皆さんこんにちは、高橋直子です。さあ、新型コロナウイルスが猛威を振るう中、医療現場で働いている皆様方、そして保健所で働いている皆様方、またスーパーや運送業者など、私たちの生活を支えるために働いてくださっている皆様に心から感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございます。さあ、そして家の中で簡単に体を動かしながら体調を整えていくというこの企画も第3弾となりました。さあ、今日行うのはリンパエクササイズです。リンパっていうと風邪をひいた時になんかこう腫れるところというふうに思われている方もいらっしゃると思うんですよね。ただこのリンパの流れが悪くなるとどうなるかというと、体の中に水分を溜め込みやすくなるので、やっぱりむくれにつながったり、肩こりや頭痛、体調不良にもつながります。そしてなんといっても免疫低下にもつながってしまうんです。今回は体の中をこう大掃除するような形でリンパの流れを良くして免疫力を高めていきましょう。はい、リンパエクササイズの基本の姿勢は仰向けで寝ます。膝は立てていただいても結構です。もちろん伸ばしてもらっても結構ですが、腰をサポートするために立てていただいた方がいいかもしれません。さあ、それではまずは首の根元のリンパの流れを良くしていきましょう。簡単です。まずは天井を見ながらまっすぐに体の姿勢を整えたところから、肩を動かさずに首だけで右左右左、左右に首を振ります。はい、ぜひ皆さんも仰向けに寝ていただきまして、そして今のような形で首を左右に振ってみましょう。いきますよ。1、2、3、5回いきます。4、はい、5回、5回を1セットにして、なるべく2セット3セット行うようにしてみてください。さあ、首の流れ、ここのリンパの流れが良くなると、頭痛だったり肩こりだったりっていう解消にもなっていきます。また顔のねラインがスッとすることもにもつながりますから、ぜひエクササイズでやってみてください。さあ、続いては脇のリンパの流れを良くしていきましょう。両手を天井に向けてぐーっと伸ばします。さあ、この手を回していきます。外側にぐーっと一周するぐらいに回したら、今度は内側にぐーっと行けるところまで回しています。外に、内に、外に、内に。はい、これを皆さんと一緒に5回いきたいと思います。また外にぐーっと伸ばしてください。内側に、これ1回です。2、3、4、5、はい、こちらも5回を1セットにして2、3セット行います。さあ、それでは今度はこのおへそを挟んだところから、この股にかけてのこのリンパの両方の流れを良くしていきます。膝を両足立てた状態にしてください。両足を揃えたまま右左で、さあ、膝を振っていきます。さあ、いいですか？一緒に行きましょう。まずは右の方に倒してください。はい、続いて左、右、左、いいですか？右、3回目です。はい、4回目、しっかりとこのウエストのところをひねることによって、もちろん体型維持にもなりますし、腸を刺激することによって消化促進の働きもあります。さあ、しっかりとリンパの流れ良くしていきましょうね。はい、続いてです。今度は膝ですね。膝の裏、また股のところのリンパの流れを良くしていきます。膝を90度になるように曲げます。そして片方ずつ足を伸ばしていきます。地面につく前に止めます。そして上げます。さあ、これを5回、同じ足ばかりを行ってみてください。いきますよ。
じゃあまずは曲げた状態から右足からいきます。伸ばして曲げます。伸ばして曲げます。同じタイミングでぜひ行ってください。3上げます。4はい上げます。はい5回上げます。はい、では左足に足を変えてみましょう。もう一度いきますね。1、2、これは筋力トレーニングもなります。腹筋の、下腹部の腹筋を鍛えるところにもつながりますし、足を引き上げる筋力トレーニングもなります。ぜひね、運動不足の方行ってみてください。さあそれでは最後です。足首の部分の運動いきたいと思います。足を膝を立てるようについてください。そして片足、右足を今度はピンと伸ばします。つま先を自分よりも遠くに、そして近くに、遠くに、近くに。さあこの運動を5回繰り返します。いきますよ。つま先を遠くにぐーっと伸ばして、つま先を手前に引きます。いいですか。2回、3回、はい、4回、5回。さあ5回やったら左足に変えてみましょう。右足を膝立てをして、そしてピンと左足を伸ばします。つま先を遠くに、そして近くに、いきます。1、2、3、4。さあラストです。はい、それでは足を下ろして全身リラックスしてください。さあリラックスをしたところで大きく深呼吸を2回しましょう。大きく吸ってゆっくりと吐きます。さあゆっくりと大きく吸ってください。ゆっくりと吐きます。さあ第3弾のエクササイズいかがだったでしょうか。リンパエクササイズでした。リンパというのは筋肉の表面にありますから、リラックスしてゆったりと行っていただくことがポイントになります。そしてリンパの流れを良くして免疫力を高めて健康で皆さんいてください。さあ第4弾も楽しみにしててくださいね。